板山雄太郎、息子にホームラン打てないの、と言われる。板山、今日のボールは息子に、パパってホームラン打てないの、って言われていたんで、打ってきたよ、って渡したいと思います。板山、板前、男前に進化。かっこよ。板山、父親やな。スーパーヒーローだなお父さん。息子にホームラン打ってきたよって報告できる人生最高だろうな。息子くん、毎日パパに聞くんだぞ。かっこいいお父さん持って羨ましい。ワンちゃん持ってきてくれるかもしれないし、心を鬼にしてホームラン王のタイトルをねだってくれ。息子、あと29回それを言ってくれ。ノーノー達成して間もない誰もが知ってる投手から打ったってのは、息子も友達にも自慢できて誇らしいだろうね。週1でホームランボールをねだりしてくれれば2桁いくな。パパってホームラン王狙わないの、って言われて、ここから30本打ってホームラン王になるっていう世界線ないかな。板山がここから和田曲線乗ったら熱い。なんでドラゴンズ勝てないの、と言ってくれ。いいお父さんだ、これから息子さんにたくさんボールをプレゼントしてやってくれ。お子さん嬉しくて誇りに思うだろうな。左で長打もあってインテリ切ってファンも嬉しいです。和田曲線いけんちゃうか。プロ通算第2号で、プロ初の1号も大瀬良から、今季被弾ゼロだった大瀬良からすればキラーだな。今季絶好調で防御率0点台の大瀬良に今季初被弾浴びせたのすごい上、本人にとって1号2号ともに同じ投手からとは、もうこれは伝説。板山を見抜いたのは素直にあったれ。今年からドラゴンズで活躍してくれて本当に嬉しい。本領発揮してね。日本一かっけえパパやんか、おん。めちゃええ話やんけ。お父さんヒーローやんけ、涙ちょちょぎれ。中日にとってもらってよかったな。阪神じゃつかめなかったがナイスホームラン。息子にこれからもたくさんかっこいい姿見せてあげて。板さん、あの大瀬良投手から2本目だとは。板山さん移籍後初本塁打、6年ぶりのホームラン。板山さん、移籍後初プロ2号のホームラン、最高すぎる。